昔々あるところに桃太郎という少年がおったそうな。桃太郎は池の淵で鬼退治に誰を連れていくか考えておったそうな。その時誤って池に落ちてしもうたそうな。そこへたまたま通りかかった阿波助はお供にしてもらおうと必死に桃太郎を助けようとしたそうな。しかも誤って深いところへ落としてしまったそうな。しかし肉球がツルツル滑ってなかなか助けることができなかったそうな。いい加減飽きてきた阿波助は桃太郎を助けることを諦めたそうな。そしてお供にはなれなかったとさ。おしまい。